サマン・サイッカーはイギリスの女優、ロンドン出身。父親はイギリス人、母親はオランダ人。シェイクスピアの舞台からキャリアをスタートさせ、1962年に映画デビュー。1965年のコレクターで、カンヌ国際映画祭女優賞とゴールデングローブ賞、主演女優賞を受賞、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。その後は、 テレビ出演が多い。1965年、歩け走るな。の撮影で、ケイリー・グラント、ジム・ハットンらと共に訪日している。1964年に、俳優のトム・スターンと結婚し、ニコラス・スターンとジェナス・スターンの二人の子供がいるが、1971年に、離婚している。ニューヨーク・タイムズ・バイオグラフィー・ハット、ザ・38ス・アカデミー・アワーズのミニーズアンドウィナーズ。 映画芸術科学アカデミー2012年2月11日閲覧ザニサードアニュアルゴールデングローブアワーズハリウッド外国人映画記者協会2012年2月11日閲覧アワーズ1965カンヌ国際映画祭2012年2月11日閲覧ありがとうございます